どうも、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。あの、自分でビジネスを始めようと思う、つまり起業しようとする際に必要な要素ってのは大きく3つなんですよね。まあ、1つは集客する能力、つまり人気者になるためにいろんなことを発信しなければいけませんよね。私みたいに YouTube で喋りまくるのも1つの作戦だと思います。まあ、もちろんね、喋りまくる以外にも広告を出して集客するっていう方法もあるんですよ。まあ、費用はかかりますけどね。え、それからですね、セールスをしなければなりません。 ビジネスなんで必ずそれは300円だよとか1万円だよって売り込む瞬間っていうのが必ずあります。この売り込む、セールスをしなければ基本的に商品売れないんですよ。商品置いといてほっといたら売れるみたいなことはこれはね、なかなかないですからね。多くのビジネスでうまくいかない人ってでもそういう幻想をファンタジーをね、考えてしまうんですよ。あの積極的に目の前の人にお金をくださいっていう声がビジネスですからね。はい、そして 三つ目は商品作りの力です商品ってやっぱ自分で作らないとうん商売にはならないんですよもちろんどっかから仕入れてきてその商品を転売するっていう方法もありますよ魚を買ってきてその魚をあの切り刻んでねお刺身にしたりとかフライにしたりとか惣菜物にしたりっていうふうな付加価値をつけて売るっていう方法ももちろんあるんですけどもでも基本的にはどんな商品を売ろうかなって自分で考えなければ仕入れすら発生しないんですよでその中で カウンセラーさんとか、情報を販売して商売にする方っていうのは、やっぱりどんなものがね、人に求められているものなのか、どんな問題解決をすればいいのかってことで商品作りってしていくようになると思うんですよ。そしてその商品に価格をつけることにも慣れていかなくちゃいけません。あの、やっぱりね、ものすごく大切なものが300円、500円で売られていると、価格によって価値が落ちるんですよね。だから、 価値と同等の価格をつけれるような、このスキルが必要になってきます。えー、例えば、私はね、FX オリガルヒっていう、まあ、FX 専門コースをやってるんですけども、これはね、ダイレクトにお金の問題解決をするんですよ。例えば、年間で何百万とか、一千万とか、儲かっちゃうっていう話なんですよね。でも、これがね、3万円、5万円で売られてたらどうでしょうか。買う方としてはそれは嬉しいかもしれませんけども、でもね、 3万5万で数百万儲かる方法なんてあるのっていうふうに逆に不信がられちゃうんですね。で、あとはちょっと勘違いした人が3万5万で参加してしまうってことも避けなくてはいけないんですよ。まあ、つまり、あの、モンスター顧客みたいな感じですよね。いちいちケチをつけたりとか、その商品の、なんかね、ダメさぶりっていうのをね、追求することを一生懸命やる人です。で、稼ぐために学んでほしいのに、そんなことをやられるとね、 はっきり言って運営もくたびれますんで、きちんと教育を受けたい人へのサポートも手が回らなくなってしまう可能性があるんですよ。だからそこそこの金額をつけることによって、いわゆる冷やかしを排除するっていうところもあるんですよ。もちろん本当に欲しいけども、お金が高くて買えないっていう人も生まれちゃうんですけども、そこはもうトレードオフになってきます。さあ、どちらにしましてもね、稼ぐ方法じゃなくても、エフェクスリアリじゃなくても、 自分に対して投資をするっていうふうな学校はあまたあるわけですよ。学習塾もそうですし、中学、高校、大学、専門学校というところもそうでしょう。自分に対して投資をするために、1年なり2年なり、4年とか5年とか6年というのは通うわけですよ。そこの費用がね、じゃあ数千円とか数万円だったとしたら、本当に信用してそういうところに学びに行けるかなっていうところもあるんですよ。世の中にやっぱり価値に対する相場感というのもありますんでね。やっぱり自分の身を預けて、 自分を素晴らしい人材に育てるために、いくらあなたは使うんでしょうかって時にね、やっぱこう大学に行くのに数百万っていう金額がかかるのは、それこそ一定の覚悟を持って望むことになると思うんですよね。だからこそ身につくっていうことになると思いますけども、まあ、現状を話すと、大学出ても今はね、どうにもならないっていう時代が来ちゃったんですけどね。まあちょっと余談になりますけども、大学っていうのは大量就職、大量生産の時代だからこそ機能したんですけども、 個性の求められる時代に大学とかねあの一括で教育するような教育機関っていうのはもう時代にそぐわなくなったのかもしれませんねはいそれでまあ高額商品の価格の付け方ですけどもまあ5万円程度の価格っていうのは付けるようになってほしいかなっていうのがね今回私がまとめたいそんな今回の動画でございましたはいなんか尻切れんぼみたいになりましたけどもバッテリーが切れそうなんで急遽終わりますそれじゃ